オラの友達に任せよう。うわ、マジか。これ翔平やろ。うわ、マジか、これ翔平。翔平くっそ、もうこの人だってやるつもりもないやん。最速で終わらせるか、この試合。銃と扉の前待機、翔平。マジか。みんなデリータスク終わりました。はい。ローザン運じゃないけどね。チナ、私、翔平です。言うしかないか。録画、私の近くに来てたの、見た。4と6が、ダブル、模倣者や。最速で終わるやん、みんな。最速で終わるんだけど。うっそ。あ、明るくなってたんだ。解読開けて7が走ってきて、8に接触した瞬間。だからよかったじゃん。4は百面相なのか、大泥棒なのか。なんで百面相なの?2番当たった。7の姿だった。4が ?4 の姿は見てない。あれ ?8 番、ん ?4 釣りで。4釣り把握。足して貢献ごめん。2が6度いとる、6度します?6は絶対いいやつじゃない。自爆した。これはもうどうしようもないからな、今回は。あ、ワンタン切るや。ああ、ログインしちゃった。みんな見れないやん。携帯の方ダウンロード終わってさ、ログインしちゃった。携帯ダウンロード終わっちゃった。頑張って。ああ、面白。あ、配達員を。これ配達員やれないでしょ、もう。配達員終わりやろ。これってさ、人を通り抜けれることできるっけ?いや。見てる4番。俺でっか。俺でかすぎやろ、みんなこれ。でかない?よし、終わろうか。マップ変えてほしいな。精神病院面白そうやな。あ、上下はきついか。上下やべえよな。高低差がありすぎて耳気になるわ。もつぎ11月か、オッケー。ああ、やつな。やべ、久々じゃん、みんなありがとうな。なあ、いつもさ、俺を回復していく人に対して、ああ、ありがとうなって言うけどな。久々。ご危険関連の情報来てない。あ、死んだ。もう常に死を覚悟しようや。いつ来ても大丈夫なように慌てない。あーとか、ふっさーとかもう言わない。生ピラトナ助かる。泥棒やね、泥棒。みんなこれ泥棒、大泥棒、大泥棒。3番かな、3番。みんなこれ3番だな。3番、3番、3番。多分3番。まさか、こんなにいっぱい人が見とると思わんかよ。これ3番だ、3番。3番怪しいです。いや、違うな。大泥棒見えてるもんね、まあ。3怪しめで。そして、今回、3に入れます。まさか大泥棒探しにあんだけいっぱい来ると思ってないでしょ。犯人は必ず戻るってね。電気室です。563に聞きたいんですけど、犯人娯楽室の方に逃げて、行ったりしました。途中で、娯楽室に入る、黒い人見ました。嘘?いや、大泥棒かな。タンタスクをするには離れすぎてるなと。おお、9番うまー。おわ、来た来た来た。もうこれ容疑固まるわ。もう俺3入れるわ。うん、申し訳ないけど3入れます。こうガッチガチに3、まあ、9番さんの発言する前から俺も3決めてるからね。食堂閉まってたので店員から回ってきました。タスク位置を指摘する人なかなかやね。久々見た気がします。いやー、7は途中から来たんじゃないかな。5番さんが一緒に、あのね、俺が大泥棒だったら一緒に戻る。うん。ちょっと離れてから消え、あの、自分の分身っていうか、透明化が解除したら戻るから、そっちのとこにね。電力には一応行かないといけないので、混乱した。店員超タスク、あと、停電。あの場面で殺すとは思わなかった。まあ、大泥棒やからね。大泥棒だからこそやってんね。人で停電して電力走ってたら急に場所が解読室になって、近く見たら、死体があったから祈祷に走って犯人を追ったんだけど、結局見つけられなくて祈祷室戻った。停電した時解読が解読室に入ったので、そこにいた人がわからないかな。解答か。
姿を見てないです。昨日は聞こえました。3足目で、そして今回3人入れます。まさか大泥棒探しにあんだけいっぱい来ると思ったでしょう。犯人を必ず戻るってね。怪盗なら上記の大泥棒を怪盗に変換してください。そしてタスク1連れの報告バルドで3入れます。確定。あ、ブラックスじゃなくて祈祷室でした。怪盗らしいですよね。犯人が祈祷室に逃げたのであれば3かな。で戻るんだよね。スキルで見た、すごっ。黒い人、皆さん3番入れましょう。3番、犯人は現場に戻るんですよ。ね、回答だったら3番がね、誰かと入れ替わってて、また現場に戻ってきたんです。5、6、7が一緒にね、犯人を探して、で、3番がちょうど合流して、ね、電力線に来たんです。3入れましょう。プロっぽい見た目だったのだけ見えました。普通に、緊急向かってた。この普通に緊急向かってたっていう発言さ、これ、ね、終わった後に模倣だったらなんか恥ずかしいよね。嘘ついてさ、まあ、このゲーム嘘つくゲームなんだけどね。はい。3入れましょうや、みんな。これめっちゃ好きなんだよね。この模倣がさ、見え見えの嘘、あのこれナンセンスな嘘なんだよね、俺の中で。あの普通にとかさ、は意味わかんないんだけどみたいなさ、俺はこういうの一切使わないんだよね。あれ使う回あったっけ。ここで3本ってだ。俺あのめっちゃ嫌いなんだよね、こういう系の。なんか普通にやってましたけどみたいな、ガチガチ、あの探偵ならさ疑わってたらいいんやけど、なんかこれナンセンス、なんていうんかな、なんかちっちゃいんか多分。うん。リアル演説か聞いたか。許容範囲が狭いんやろうな。スキルで見たって停電前かな。停電中スキル意味ないから。許容範囲が狭いんや。だってさ、普通にやってたって、そいつがさ、真っ黒だったらキモいやん。なんか、ナン先生、もっと、なんか、いい感じの言い訳してほしいなっていう。あとさ、模倣なのにさ、怖くて、イモってましたっていうのも、めっちゃ嫌い。で、模倣なのにさ、怖いからさ、ずっと隅です、お前その間お前いっぱいキルしまくってんだろみたいなさ、なんかまあこうそういうゲームやけどね。もちろんあの演説家の質問もさね、そういうゲームやからまあ聞いていいんやけど、ナンセンスが嫌いなんや。だから旦那様なんか今日ようナンセンス使いますねーとかなんか言われるやんか。まあそういううん、そうやな、ナンセンスがね使いやすい、じゃないとねバカかとかさ出てくるからね。アホ、お前そのクソ質問、キモキモ質問よりナンセンスな質問やなーって言うと、なんかインテリジェンスが上がりそうじゃない。停電中の庭園隅の芋も嫌い。普通に出てきますよ俺。イモらない影師やっちゃおっか。チョッキ探し？あ、出た。おい。嘘遠いんやけど。キルスピードが落ちたね。キルスピード。なんか特にないね。緊急もさ、来なくなったね。字幕にするとき伏せ字にしなくていいもんね、ナンセンス。あ、チョッキ探し、ここか。ちょ、全然探してねえじゃん、これ。3本のフォーク取り出すやん。やめろよ、書いてほしいよ。もう細かいからさ、俺めっちゃ。もう着物細かい男やから、俺。あれ、死んでた。一人死んでるな。ワンタン足。チャングン足みたいな感じやな。10番さん、食堂来れますかと。おっと細かい。高漁師か探偵に絞られるんやけど、まあ、探偵が、安定が大きいかな、確実としてね。これは勝ったかな。ごめんください、ネーミングセンスいいやん。評価する。はい、いけます。で、ぬっ殺すんやろ。お前ら模倣やるで。で、停電になって殺すんやろ。なんでやろ。ちょっとね、あの呼んだわけ知りたいな。ね、気になるやろ。だってまあ説明する時間もないね。どうしよう。マップ追加するなら自工場とか。運中工場はいいね。わかりやすい。なぜ私ですか。10番さん扉入っ、お、マジか。お、やった、勝った、すげえ。うわ、うめえ。今回はうまかった。すげえ、今回うまいね。おー、いいね。いや、扉入ったの丸見えだったんや。鍵師でカミングアウトするなら、俺もその前に、俺鍵師でーすって俺今言おうとしても、俺、みんなマウスポイント見て、俺。もう右下のマイクに行ってたもん、俺だって。あるマットは2回消して部屋狭くするだけでも変わる。
探偵側がすごかったね。観察といい、なんとかいいのもすごかったっすわ。クールの組織で。お前がネズミか。いや、昨日俺、コナンのクローズ組織、ジンがさ、ミスった。早っ、抜けるの早っ。普通にって言うてた人も初。まあ、そういう嘘つくゲームだけどな。はい。ほらー、みんな。なんか、ねえ、わかってくれるなんか。最後、叫んでたのは？おー、やった、やった、すげえ。チャンネル登録、お願いします。